こんにちは、大海輔です。今回なんですけど、UAE のね、アブダビに人生初、到着しまして、ドバイとかアブダビとかいろいろと動画を撮っていけたらなと思ってるんですけど、今ね、アジアワールドカップが、UAE で開催されていまして、まあ、すごくね、盛り上がってる街だと思うので、僕がその景色だったりとかね、いろんなコンテンツをお届けできればなと思っております。早速ね、朝からすごくいい感じのサンライズ撮ることができました。こんな感じですかね。すごい楽しいけど。今アブダビからちょっと移動して、シェイク・ザーイド・モスクという場所に来てます。で、今中で動画撮ってきたんですけど、シェイク・ザーイド・モスクってどういったところかって言いますと、多分よくドバイの映像とかでね、すごいうるさい、ちょっと待って、すごいうるさい。 2 hours later。で、このシェイク・ザ・アイド・モスクっていう場所に来たんですけど、なんでここに来たかっていうと、例えばね、YouTube とかで、SNS で有名な JR バリーズとかが UAE の動画を撮った時にここで撮ってたりとか、あとその基本的にアブダビとかドバイの観光地って調べたらこの場所が必ず出てくるんですね。なので僕は一番最初にここに来た次第です。で、シェイク・ザ・アイド・モスクってどういったものなのかって言いますと、今調べてるんですけど、結局これって550億円ぐらいで作ったらしくて、中入って動画見ていただければ分かるんですけど、もう清掃員とかがめちゃくちゃ綺麗にしていて、真っ白な床と、青い空と、そこのコントラストが半端じゃなくて、かなり映像映えしたんじゃないかなと思います。で、写真とかも撮って係員の人と仲良くなったんですけど、ちょっと動画撮り忘れちゃって、ただそういった感じですごく、ずっと行きたかった場所なので、来れてよかったです。はい、そんな感じで次の場所に行きたいと思います。はい、ちょっとね、太陽も落ちてきたんで、そろそろサンセットスポットに行きたいと思います。
次はここのねビルのハイパーラプスを、今からまあここでね写真撮って帰りたいと思いますね。まあ動画で見ていただけたら分かると思うんですけど、今日一日めちゃくちゃ長かったです。まあ24時間ぐらい活動することで、12時間ぐらい活動することになるのかな。いや24時間ぐらいか。まあこのまま帰って編集とか頑張りたいと思います。はい。まあでもアブダビでこのねコンテンツなので、ドバイのコンテンツとかすごくねいい感じできるんじゃないかなと思っております。はい、そんな感じで以上となります。本日はどうもありがとうございました。